はい、こんにちは、ドンチャンネルです。11月15日、今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルはペルシアンレッスン、まあペルシャ語のレッスン、まあこれが英語だったらイングリッシュレッスンになるところですよね。あらすじ先いきますね。第二次世界大戦中、ナチス親衛隊に捕まったユダヤ人青年のジルは、処刑される寸前に自分はペルシャ人だと嘘をついたことで一命を取り留める。彼は終戦後にテヘランで料理店を開く夢を持つ収容所のコッホ大尉からペルシャ語を教えるように命じられ、とっさに自ら想像したデタラメの単語を披露して信用を取り付ける。こうして偽のペルシャ語レッスンが始まるのだが、ジルは自分自身がユダヤ人であることを隠し通し、なんとか生き延びることはできるのだろうか。これは要するにホロコーストものですよね。ホロコーストものちょっと自分どんだけ見たかなと思って見てみたらさ、2015年のサウルの息子、これなんかあのもやっとしたこう修正がモザイク処理というかモワモワ処理がしてあって、よくわからない映像が多かったんだけど、ダイレクトにね、あのホロコーストの行為を映像化している映画で、ちょっと衝撃的でしたね。でその後あの逆にそのホロコーストを生き延びた人たちがね、あのドイツ国民に復讐するっていう映画があって、復讐者たちっていう映画、これ感想動画上げてます。であと沈黙のレジスタンス、ユダヤ孤児を救った芸術家っていうやつ、これはまあこれもユダヤ人をね、なんとかこう逃がそうっていうことにね、なんてパントマイムとかする人がね協力するっていう、まあスリリングな映画でした。あらすじの通りね、今回見た映画はとっさにね、なんかそのコッホ大尉さんがさ、まあ、彼もなんか成り行きで、本当は料理人だったのに成り行きでナチスに入ってしまって、まあ、その中でさ、自分が上から睨まれることをすると今度自分がやられるから下に対して統制を厳しくするみたいなね、まあヒトラーを頂点とするピラミッド型のね、あのまあ集権体制の中でナチスが運営されていて、まあその中のまあ一キャラを演じているようにも見えるんだけど、まあ実際ナチスがやったこと自体はね、本当ひどいことで、なんかこのホロコーストものとかね、ナチスものを見るたびにね、ね、あの戦前最も民主的な憲法であるワイマール憲法を持っていたドイツなのに、なんでそこからナチスがさ熱狂的支持を集めて独裁体制になってしまったかっていうこと、ファシズム化する、民主主義はさ絶対じゃないわけですよ。で多くの人がファシズムを支持したらね、独裁を許してしまう危険性もあるわけで、なんかナチスとかホロコーストとかその辺の映画を見るたんびにね、なんかこう背中がねゾワゾワってするものを感じるんですよね。で僕は今ちょっと英語を勉強していて、まあ単語も覚えていくっていうプロセスも当然あるわけなんだけど、この映画の中でさ、そのコッホ大尉がね、じゃあ自分はなんだっけ、テヘラン、そうそう、テヘランっていうのはイランの首都なんですよ。でペルシャ語を習いたいっていうくだりから僕ちょっと調べてみたんだけど、イランがあってテヘランが首都で、そのテヘランのことをペルシアとも言うんだって。だから、あ、ペルシャ猫って言ってたけど、ペルシャ猫って実はテヘランあたりが原産っていうことらしいですね。ああ、全くの盲点だったなと思って。で、だからテヘランが、まあ昔からなんか知らんけど、
ペルシアって呼ばれていて、ペルシャ語なんですよね、テヘランで。だからこのコフタイは、自分の兄ちゃんが、その、まあ、テヘランで仕事していると。で、自分は料理人だから、戦争が終わったら、兄ちゃんの元に行きたいってことで、まあ、個人的にはね、個人的にペルシア語を学びたいんだと。で、ペルシア語を学びたいんで、下っ端の、やつらに、お前ら、ペルシャ人捕まえたら連れてこいって言っていたのに、たまたま自分は、まあ、いろいろ記述があって、殺されそうになった時に、僕はユダヤ人じゃないです。ペルシャ人です。助けてください。本当にお前ペルシャ人か？じゃあ、なんとかとかいう単語は、ペルシャ語で何と言うんだって、そもそもわからないから、その真偽も確かめようがなくって、コフォタイはね、律儀にさ、創作された、単語をさ、千何百個も覚えてね、自分でこう詩を作ったりしてるわけですよ。ああ、この人真面目な人だなと思ってね。で、その、だから創作ペルシア語体系をさ、作り出してるわけですよ、このジル青年はね。で、頭にもさ、いろんな単語が思い浮かばないもんだから、しまいには、新しく、その収容所に連れてこれる人たちの名簿を作る係も仰せつかっていて、そのなんとかさんっていうその人の名前を短くした言葉をペルシャ語の単語ですよって言って、まあ本人も覚えつつコフォタイも覚えて、もうそれでなんていうの、架空のペルシア語の二人だけでやり取りができる仮想のペルシア語っていうのができてしまって、そこで仮想のコフォタイがね、いや俺もいろいろ覚えたからちょっと詩を作ってみたんだとか言ってさ、架空のペルシア語で詩を作るわけですよ彼は。でその架空の詩を聞いて、ああよくできてると思いますとか言ってね、ジル青年は言うわけですよ。だってバレたら殺されるわけだからさ、言語学習者としてね、ああ、なかなかスリリングだなぁと思いながらね、見ていて、ああ、俺もやっぱ単語一個一個覚える、この熱意は勉強さないかんな、学ばないかんなと思いましたね。まあやっぱりこう、第二外国語を覚えて、本国とは違う言語で他者とのコミュニケーションができたら、それはやっぱ嬉しいですよね。だって国という垣根を越えられたわけですよ、相手の言語を学ぶことによってね。まあちょっと、あともうちょっと頑張ったらなんとか通ずる英語が喋れるようになるんじゃないのかなと思ってね、また頑張ってんだけど。まあ僕が勉強しているのは架空の言語ではなくて、ちゃんとした言語を DMMA 会話で頑張ってるんで、もうしばらく頑張りたいと思います。あ、でこれ結末はどうなるかというと、まあまあ予定調和的に言えばジルはね生き延びるんだけど、まあちょっと大佐はね、あ、タイはねタイはちょっとかわいそうな感じもしたけど、まあ戦中のドタバタだもんね。だからナチスものとか、ホロコーストものとか、生きるか死ぬかとか、ね。もうそれが日常だったからさ、小説とか映画化できるドラマはね、たくさんあったんだと思うんですよね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。